佐竹利氏は、日本の実業家。株式会社、佐竹取締役名誉会長。学位は、農学博士。広島大学名誉博士。東広島市名誉市民。一般社団法人広島県発明協会名誉理事。育・ボス同盟広島メンバー。公益財団法人佐竹技術振興財団理事長。中国領有学会名誉副理事長。 広島県東広島市出身。広島県立科目高等女学校、学習院女子高等科を卒業。1957年、南カリフォルニア大学商業デザイン科を卒業。1月、佐竹製作所に入社、取締役に就任。1997年7月、代表に就任。2001年4月、財団法人広島大学講演会理事長に、 就任。4月24日、広島大学名誉博士。6月、発明協会理事。2002年4月、微味技術研究会を設立。6月、ルイジアナ州立大学特別評議員。11月、中国文化賞を受賞。2009年、ギャバを増加させ精米する技術を開発。2012年2月6日、無線ギャバライスを開発発売。 2015年7月26日、農業生産法人株式会社カモプロジェクトを設立。10月19日、無線マイキャバライス機能性表示食品届出が公表。2018年11月9日、広島大学佐竹メモリアルホール基金設立。2020年3月1日、光選別機サックスナイトを開発発売。 令和3年10月5日午後9時45分、老衰のため死去、没年88歳、ありがとうございます。